どんどん、たくあんボーイ。どうも、たくあんボーイです。今回はですね、たくあんボーイの、カバンの中身チェック。よいしょー。なかなかね、やろう言ってて、なかなかやってなかったんですけども、今回は、カバンの中身をお見せしたいと思います。でですね、今日ちょうどライブがあって帰ってきたところなんで、まあ、そのまんまのカバンをね、お見せしたいと思います。はい、まずですね、今日使ってるのが、まあ、ライブとかあるときはね、大荷物なんで、この大きめのカバンですね。このカバンに入れていくんですけど、これはあれですね、友達の結婚式の、なんか、カタログもらうじゃないですか、結婚式終わった後とかに。そのカタログで、まあ、注文させてもらったカバンですね。で、今も使ってるんですけども。で、中身をね、見ていただきたいと思うんですけども。まずこれですね。パソコンです。はい。MacBook Pro 13インチを使ってますね。はい。これはね、やっぱネタをね、結構音源使うことが多いので、僕は。これで最終チェックなどしてますね。はい。でですね、これですね。CD ドライブですね。音源をね、最後に書き出したりするときに使います。これはで CD ですね。コントのね、音源とか入ってますね。たくあんボーイってこれ書いてありますけど。はい。あと、これがメガネですね。ドアこれ入ってないんですけど、まあ、たまに書けたいときに書けるって感じですね。ほぼ書けたことないですね。これ、カバン入れてるんで。感覚だとですね。スマホの。たまにどっかで撮ろうって思ったときは撮ります。で、これは iPhone7 ですね。前使ってた iPhone なんですけど、まあ、予備で持ってますね。まあ、動画撮りようとかで持っております。あと、これは傘ですね。ちょっと雨男なんでね、傘を常備しております。と、これは財布です。僕のディーゼルの財布なんですけど、これは JR 時代のね、初任給で最初に買った財布で、今もまだ使ってますね。いい味が出ております。はい。やっぱしっかりしてますね。ちょっと結構いいものっていうのはね、やっぱり長持ちするので、皆さんもおすすめです。こちらですね。あとこれですね。マイバッグ。最近もう、有料になりましたからね。あとメンズビオレ。これですね。あとちょっとこれ僕変わってるかもしれないですけどね。腹巻きですね。はい。予備の腹巻きです。万が一のことがあった時は、この予備の腹巻きを使って。腹巻きがないとやっぱりね、もう僕のコンディションは整わないんで。腹巻きあってのたくあんボーイだと思っていただけたらと思いますので。はい。よろしくお願いします。と、イヤホンですね。まあ、ネタ帳って感じですね。まあ、何でも書くノートなんですけど、いろんなことが書いてあります。あと、これは、たくあんボーイの、まあ、名刺なんですけど、前に、ね、イラストレーターの方に作ってもらって、まだ結構ありますね。100枚以上残ってるんで、ぜひ、欲しい方は、お渡しします。これは、あれです。ドンキで買った自撮り棒ですね。こうやって撮るやつです。あとは、本も入れてますね。やっぱ電車乗るときとかは、ちょっと長い移動があるときもあるので、本を入れてます。今読んでるのはこちらですね。西由比ヶ浜駅の神様という本なんですけど、これね、結構面白いですね。まだ頭の20ページぐらいしか読んでないんですけど、これから読み進めていきたいと思います。おすすめです。まあ、あとは、これですね。フェイスカラークリエイター。これはやっぱね、まあ、モデルの撮影とか、ヒゲとか、まあ、ニキビの跡を隠すクリームなんですけど、まあ、特に本当モデル撮影の時ですね、ヒゲが目立ってしまう。まあ、午後、夕方の撮影になった場合は、まあ、これを使って、隠しております。あと目薬ですね。めちゃくちゃドライアイなんで。っていうぐらいですかね。あと入ってるの、あ、これ大事ですね。ハーモニカですね。やっぱハーモニカはね、何かあった時に僕使いますね。突然こうやって吹くことが多いです。やっぱり、ハーモニカっていうのは場を和ます能力があると思ってます。で、あとは、まあこれも持ってるんですよ。めちゃくちゃ大荷物なんですよ、僕が入るの。譜面台ですね。譜面台と、まあフリップですね。今使ってるフリップなんですけど。まあこんな感じでフリップをね、作ってますね。ライブの時は。あとは、これですね。これがまた衣装ケースなんですけど、僕いつも着てるオレンジのスーツがあるじゃないですか。まあこれを
入れてね持ち歩いてるという感じですね。だから本当電車乗る時とかもね、満員の電車乗る時はもう最悪ですよ。絶対こいつ邪魔だなと思われてると思うんですけどもね、なんとかこれでライブが目的地へ向かっておりますね。はい、ということで以上ですね。カバンの中身チェックということで、そんなに大したものは出てきてないんですけども、まあこんな感じですね。ちょっと普通の方よりは荷物が多いというねことでございますけどもね、また、何かねきっかけがあればやりたいと思います。また抜き打ちでね今度できたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではね、皆さんも今一度誰かのカバンでもいいですし、自分の中身チェックしてみてはいかがでしょうか。それでは今日は終わりたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。面白いと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。ついでにこいたんそ、よいしょ。